今回ご紹介するのはこちら、サルバトール・ダリです。サルバトール・ダリは、こうギュッとした名前で、本名がサルバドー・ドメネク・ファリブ・ジャシン・ダリー・イ・ドメネクと言います。めちゃくちゃ長い髭のピョンってなってるところ、こちらはなんか水飴で固めてるらしいです。結構ダリはですね、自分のことを天才だと言ったりとか、結構気功をいろいろしてる逸話がある人です。ダリはシュルレアリスムの代表的な一人で、シュルレアリスムについては明日また詳しく説明するんですが、シュルレアリスム簡単に言うと、まあ今で言うシュールみたいな感じです。ダブルイメージを発案したアーティストの一人でもあります。ダブルイメージとは、こちらの絵ですね、水面に像を映す白鳥、上が白鳥なんですが、その水面に映った下が像に見えるという。あとダリはですね、自分の夢を具現化しようとしたアーティストで、こんな逸話があって、夢を見るようにキッチンで立ったままお皿を持ってるんですって。こうでこう寝るじゃないですか。で寝てカクンってなったら皿落とすじゃないですか。でパリンってなったら目覚めるじゃないですか。で覚めた時にその夢を描くっていう逸話があります。全然意味がわからん。今回ご紹介したのはこちらのサルバトール・ダリでした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。